はデュエルじゃない。単純な殺し合いだ。そうだ、俺はこの男を殺す。遊ばれてるのか。アスナ、バカバカバカ、ほんとよかった、キリト君、キリト君。ごめんアスナ、でも生きてるよ。よかったキリト君。カヤバ、ヒースクリフは、そうか、俺はあいつを倒した。おい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 、やったじゃねえか霧の字。クライン、何ボサッとしてんだ。倒したんだよラスボスを。おめえは勝ったんだよ。で、ああ本当にやったのか。これでクリアなのか。どうなんだ。俺は見た、倒したの。そうだよ、勝った、勝ったんだよ。そうか、リト君、よかった。アスナ、うん、お二人さん、見つめ合うのはエンディングテーマが流れてからにしてもらえますかね。見せつけんなよな、ご両人。羨ましいな、このあのな、ちゃかさないでよみんな。いいさ、見てろよ、俺だってリアルに戻ったら彼女。うん、ところでキリト、俺たちいつ戻るんだ現実によ。いつって、ヒースクリフは倒したんだよな。それで終わりじゃねえのか。ヒースクリフ、いや、かやば。私もそう言ってたの聞いてたよ。けど何も起こらない。何か嫌な感じがするね。じゃあなんで終わらないんだよ。いや、ヒースクリフならなぜクリアにならない。他に条件があるのか。キリト、俺たちはこれからどう。俺にもわからない。そんな、私たちはまだ戦わなきゃならないの。
おいおい、マジかよ。キリト、先に進む扉が開いたぞ。76層へと進む扉。進むか。キリト君。キリト。ゲームが終わらない以上、今は先に進むしかないか。行こう、76層へ。この世界は現実のものではない。ソードアートオンライン VRMMORPG と呼ばれるそのゲームは、ナーブギアのソフトとして2022年に発売された。ナーブギアは脳に直接信号を送ることで、プレイヤー、それは完全なる仮想空間の実現、自分自身がゲームの世界へ丸ごと入り込むような体験に多くのゲーマーが魅了された。ナーブギアのキラータイトルとして期待されていた SAO は、初回ロットがわずか1万本ということもあり即時完売。正式サービス開始とともに、ゲームの中に飛び込んだプレイヤーたちはこれから始まる冒険に心を躍らせた。しかし、そんな気持ちを一転する出来事が起こる。ゲームを開始してほどなく、プレイヤーたちはゲームを終了させるログアウトボタンがメニューから消えていることに気づく。不穏な空気が次第に流れ始めた時、およそ1万人のプレイヤーたちの前に突如巨大な赤いローブのアバターが現れた。そのアバターは自身を茅場明彦と名乗り、この世界をコントロールできる唯一の存在であると言った。アバターが名乗った茅場明彦という男こそ、この SAO の開発ディレクターであり、さらにはナーブギアの基礎設計者でもある。茅場はプレイヤーたちに話を、ログアウトのボタンが消えていることは不具合ではなく、このゲーム本来の仕様であるという。さらに、ゲーム外部の人間がゲームを停止させたり、つまり全てのプレイヤーはこの SAO という仮想空間から出ることができない。そして茅場からこのゲームの最も重要なルールが告げられる。外部からの強制的なゲーム停止の試み、またはゲーム中にプレイヤーのヒットポイントがゼロになった時、ナーブギアより発せられる高出力マイクロウェーブが脳を焼き、プレイヤーの生命活動を停止させる。無事にゲームから脱出するには、このゲームをクリアする以外に方法はない。茅場の話に唖然とする者、悲鳴を上げる者、泣き崩れる者。まさに、この SAO というゲームがデスゲームへと変貌した瞬間だった。デスゲームの攻略、命がけとなるこのゲームの攻略は、攻略組と呼ばれる戦闘経験に長けたプレイヤーたちが行っている。ゲーム開始時にいたおよそ1万人のプレイヤーは、その数を約6000人まで減らし、 SAO の舞台であるアインクラッド、その全部で100層あるフロアのうち第75層までを攻略していた。しかし第75層の攻略で多くの犠牲が出てしまう。攻略を終えた時、失った犠牲者の数に生き残ったみんなが絶望した。ただ一人を除いて、ヒースクリフ、最強クラスのプレイヤーギルド、血明騎士団のギルドマスターである。プレイヤー離れした強さを持つその男こそ、 SAO という世界を作りデスゲームを始めた張本人、茅場明彦だった。
正体を明かしたカエバはこの場で自分に勝つことができれば全プレイヤーの解放を約束し決闘を行い、破るゲームマスターであり創造主たるヒースクリフ、カヤバー・キヒコを打ち破ったのだから、このゲームも終焉を迎えると思われたのだが、未だ目の前に広がる仮想空間の世界、ログアウトされない現状に不安を抱えたまま次なる層第76層へ進んでいく。2024年11月7日、この仮想現実の世界に閉じ込められてからちょうど2年が経過した時のことだった。第76層へと進んだ俺たち攻略組はある異変に気づいた。ここが76層か。75層の階段を登って、ん？なんだこれ？どうした？なんか俺のアイテムの名前が文字化けしちまってんだよ。どうなってんだこりゃ。キリト君、おかしくなっているのアイテムの名前だけじゃないよ。なんだこりゃ。俺様が必死こいて鍛え上げたスキルデータが。スキルはいくつか消えたりしているけど、レベルの方はなんとか無事みたい。おい、こっちでも問題発生だ。転移結晶の動きが普通じゃなくなってるらしい。エギル、状況を教えてくれ。なんでも下の層に転移できなくなってるみたいだ。これからどうなっちゃうの？みんな、聞いてくれ。このまま待っててもどうやら無駄みたいだ。ゲームシステムが不安定だし仮想にも戻れない。これ以上致命的な不具合が出る前に先に進むべきだと俺は思う。そう、そうだよね。私たちの目的は SAO をクリアして現実に戻ることなんだから、みんなクリアを目指そうよ。そうだ、やれる、まだやれるぞ。一層から始まってここまで来たんだ、やってやろうぜ。俺たち攻略組の目標はこのゲームを攻略することだ。おお、行こう百層に。おお。そして俺たち攻略組は百層攻略の決意を新たにしたんだ。